リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。イエーイ、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、ということで、今日は、マイタウンのね、ご紹介をしていこうかなと思います。はい、完成してからもう1、2ヶ月多分経ってるんですけれども、ゆっくりとね、このようにご紹介できていなかったのと、ちょこちょこ変わっていましたので、今の最終段階、多分これからすごく変わることはないと思うんですけれども、そちらをね、ご紹介していきたいと思います。はい、では早速見ていきましょう。できる限り10分ぐらいで収めたい。はい、ということで、まず海から見ていきましょう。マイタウンの海はこのようになっております。ワープストーン青で移動することが可能です。これですね。このマイタウン設定のタウン移動の青から移動が可能です。こちらは本当に海、プライベートビーチみたいな感じ。パラソルが立ってたり、ビーチチェアが置いてあったり、砂があったり、そしてトロピカルな滝があったり、そしてあとはここに、取引所で、水着持ってない人水着買ったりとか、あと海で花火やるときに買ったりとか、あとは、預かり所、水着持ってない人ね、預けてたらここからもらってね、みたいな感じになってます。まあ、家のね、タンスに入ってると取りに行かないとですけど、それ以外はここからやれるよという感じです。はい、まずは海です。では、早速、サクサクっとね、見ていきましょう。では、ワープストーンの青の次なので、赤。はい、赤はこのような形で、場所としてはこちらですね。ちょうど隠れるね。この上ね。海がね、ちょうどリントのこの頭のここで隠れてるの。この辺ね。ここ。今ここです。ここです。はい。こちらは、しめちゃんランドと、命名させていただいてるんですけど、うちのサブリーダーしめちゃんがですね、ポーランドが好きというのもありまして、ポーランド風な、テーマパーク風なところを作っております。噴水があって、この遊具がねあってって感じですね。観覧車だったりメリーゴーランドだったりコーヒーカップだったりで、ポーランドのあれがいたりって感じです。まあ名前だけだけどね。ちょっとね、こうキラキラしたようなところになってます。で、入り口は一応こちら側から入り口として入れるんですけれども、花火がこうバンバンバンとなっていたりします。こういうアーチがあってね、まあアーチはちょっとウェディングのアーチなんですけど、まあ可愛いのでっていうところでございます。はい、こちらが左側。では次。タウン移動で緑、上から行きましょうか。はい、緑はですね、写真撮影所です。なぜ緑かというと、グリーンバックのつもりで緑にしました。なんですが、グリーンバックほとんど使ってません。背景を抜いて、加工して使うっていうことがほとんどないんですよね。なので、使っても白が多いので、バージョン 5.5 後期で来る、家具を増やせる、複製できるやつが来るので、白が増えると思います。紫はね、写真としてあまり映えないんですね。紫色が好きなので紫置いたんですが、あまりにも映えないのとですね、まあ私そもそも装備がですね、紫なんですよ。気づくのが遅かったんですけど、紫に紫は本当に映えないんですね。超紫。やばいね。ということでね、紫と緑は、その複製が一般したら、この白を複製して、ここをちょっとね、白の横長の背景にしようかなと思っております。はい、では早速次見ていきましょう。タウン内移動、緑から次は紫へ。
はい、紫は私のもともといつも使っていたお城ですね。チーム紹介上、野猿館にしましたので、こちらは、こちらの方に私のご自宅を、のお城を置きました。ハロウィンタウンみたいな感じですね。ハロウィンタウンは、ナイトメアビフォークリスマスのジャックのね、住んでいる街ですね。で、入り口がすべてこのような形で、ここも、あそこも、ですね。そしてその下も、あそこが入り口扱いね。そして入り口の部分、あと奥で見えないんだけど、そっちにも階段があるんですけど、階段の先にも、ハロウィンのアーチを置いております。こっちから見たら見えるかな。あ、そうそうそう、それそれそれ、このハロウィンのアーチを置いて、全入り口をハロウィンで囲うという形でございます。まあ、入るためにはハロウィンのアーチを通るよみたいな感じになってます。そして、ここに入るとこんな感じ。ちょっとね、ここだけ庭具、大聖堂のオルゴールがいい曲なので、ガゼボ触っちゃう。これね、大聖堂の庭オルゴールが気に入ってるので、ここはこの曲にしております。で、まあ自分のモンスターのお家がここに置いてあったりね。すごい綺麗な三日月だね、幻想的。はい、っていう感じで置いております。では次に白、タウン内移動ワープストーン白。10分ぐらいで終わるかな、この動画。長くなっちゃうのよね、私。よくよくもういっぱい喋っちゃうので。はい、白来ましたよ。はい、これがメインのお家のところのワープストーンになりますね。まず下から見ていこうかな。こっちが、縁日みたいな感じですね。はい、こんな感じ。縁日。この縁日ね、ここがベストポジションなんですけど、シャーマンキングの流風に言うとベストプレイスなんですけど、ここね、いいんですよ、風景が。こう海が見えて、右側のこの、ね、花火とオーロラとかがね、うまく見えて、綺麗なんですよ。すごくいいところですね、ここの。写真のポジションとしてとてもいいかと思います。ここもね、結構お気に入りです、このブランコね。このブランコも結構ベストプレイスかと思います。風景がね、綺麗ですね。はい、では縁日はこんな感じ。で、縁日を上がると施設のキャラクターたちがいて、チャカちゃん、ゲンゲン、マツク、シーくん、ウミ、天使メイ、リュウヤ、ノエル、ジュンですね。わかんないと思うんですけど、元ネタは。気になる方は名前で調べてみると出てくると思います。このジュンという人は、某アイドルのジュンですのつもりです。はい、まあ、さらっと流しておいてください。で、ここが踊る宝石とリゾートベッド。ここはロコさんのね、好きなモンスターと、ロコさんからいただいたベッドを置いております。こっちは、ダストンとサボテンダとベッド。これも、ダストンとサボテンダに関しては、シメちゃん、サブリーナのシメちゃんが好きな、キャラクターですね。で、この反対側、おぉ、大先生が歩いてますね。庭では私、大先生、私のモンスターね、大先生がそこにいますね。そしてこっちに、釣り堀、木だったりピクニック、噴水、車、チームドルボードね、チームフラッグのドルボード、噴水、畑っていう感じになっております。そして、ここ、庭中に入ると、こんな感じ。メインのお家は、このような雰囲気ですね。滝が流れていて、そして、35周年でもらった、これ逆かな、もしかして。こうかな。こうだな。私、逆で飾ってたね。はい。オルゴールと、
掲示板と噴水、かくれんぼ等でね、この間動画上げてるんですけれども、そのかくれんぼで見つかった方が収監されるところが、監獄がこちらになってます。はい、という感じのお庭紹介ですね。あとはちらっとだけ見ていくと、こういう奥にですね、レスタークがいたり、あそこにマテサゴーラがいたり、あの奥のところにゾーマがいたりします。はい、あんまりね行かない奥の裏側にはですね、こういう感じでモンスターを配置しております。モンスターだったり裏については、よかったら実際にこのマイタウンまで来てみてくださると嬉しく思います。マイタウンの住所はどっから見れるのかな、あ、見れました。はい、マイタウン情報ですね。こちら、日和チーム集会場、我々のチーム日和、リンに、和風の和の普通の和ね、書いていただいて、チーム集会所で検索すると見ることができるかと思います。マイタウン ID に関しては6371-2003 番となっております。よかったら庭は、細かいところは見に来てくださると嬉しく思います。スライムチャットね、置いてないんですけど、置いててもメインっていうか、私のお城側のね、お家の中にスライムチャット入ってます。もし来てくださった方は、そのお家の中のスライムチャイムだっけ、エンゼルスライムのやつがあるので、よかったらそちらに記載してください。ということで、今日はお庭こんな感じでご紹介とさせていただきます。ちょっと長々とねお話ししてしまいましたが、本日はここまでとなります。ここまで見てくださってありがとうございます。次はお家の中紹介をしていきたいなと思います。またそちらでお会いいたしましょう。ということで、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。